BBC ワールドニュース日本語放送を同時通訳でお送りしています。BBC ワールドニュースです。求める団体と関係があるとして軟禁措置となっていたものです。日本では東京オリンピック委員会の委員長に橋本五輪担当大臣が就任することが決まりました。これは前任者の女性蔑視発言を受けたものです。橋本氏は7回冬季そして夏季のオリンピックに出場したことがあります。日本人に歓迎されるオリンピックにしたいと語りました。勤めていたということです。この団体は政府に批判的なホドロフスキー氏が設立しています。東京オリンピック委員会の会長に橋本五輪担当相の就任が決まりました。前任者は女性蔑視発言で辞任を余儀なくされています。7回スケートや自転車でオリンピックに出場を橋本氏はしています。日本国民に歓迎されるオリンピックにしたいとお約束をしています。日本では2020年自殺率が急増しました。この10年以上で初めての状態です。特に女性や若い人たちが自殺に走っています。専門家によりますと、これはコロナの影響であることは間違いないと見られています。東京からレポートをお送りします。東京の通りです。多くの人がいます。通勤客や買い物客です。マスク以外は新型コロナの影響は見えません。封鎖もありませんでした。しかしごまかされてはありません。華やかなネオンの後ろでコロナの影響を受けた生活が困難になっている人たちがいるのです。この女性は何度も自殺を試みたと言っています。昨年の今頃から何度も病院を入退院しました。何とか試みたんですけれども自殺しきれませんでした。ですから諦めるしかないと思っています。若い女性は集中カウンセリングを受けています。自殺予防チャリティーが行っています。2020年の半ば頃から自殺者が急増したと言っています。電話をする、死にたいというのです。消えたい、行くところがないというんです。私が話した女性は父親から性的暴行を受けていたというのです。コロナによって父親が自宅に多くいるというのです。だから逃れる術がないと言いました。前の金融危機の時には2008年でしたが、金融組織が破綻しました。そのため中年の男性が自殺をしました。しかしコロナは全く違います。若い人、若い女性が特に影響を受けています。東京の中央部です。レストランやバーがシャッターを下ろしています。専門家によりますと、若い女性の自殺は経済的な理由が大きいと言っています。女性の自殺のパターンは明らかで、若い人たちでこのようなことは見たことがありません。失業した人が特に多いんですね。非正規雇用の女性たちです。この6ヶ月から8ヶ月の間増えました。日本はコロナのコントロールに関しては成功してきたといえます。しかしウイルス感染が始まってから女性の自殺者が急増に増えているのです。急増しているのです。自殺者の数はウイルスによる死者より多くなっています。